けてる。おぶんぐちゃん。ココアさんとお揃い。ココアさんのインスタにくるくるが、ココアさんのインスタのストーリーに、誕生日のくるくるが書いたやつが載ってたらしい。オロチさん結婚してありがとう。嫌だけど考えとくね。あの誕生日のなんて言うんだ、メッセージカード、メセカだ、メセカ。私めっちゃ前にココアさんのやつ書いたんだけど、それが届いたよってココアさんがインスタに載せてた。くるくるのくるくるが書いたやつだった。あ、フォローありがとう。うん、8サイン届きました。お、ありがとう。そう、今日届いてた。ありがとう、ゲットしてくれて。頭はおぶんぐちゃん。空飛び仁左衛門さん、魔法のランプありがとう。初さん来た、家宝にして、家宝にしてよ。そう、おぶんぐさん、くるくる似てるらしい、お母さんによると。7月17日のオンラインお話し会3時間目申し込みました。お、ありがとう、嬉しい。あ、そう、新しいグッズが出てて、ペンライトのは、そう、ペンライトに巻いて使うやつなんだけど、うん、ペンライトカバーか、くるくるが書きました、ペンライトカバー。何書こうと思ってさ、コロちゃん、コロちゃんとくるくる書いた。いや、思ったよりさ、もうちょっとなんか字大きめの方が良かったんかなと思ったけど、可愛いのでぜひゲットしてください。可愛くなった、嬉しい、キュン。サイン届いたツイート見た、見た見た。カホ溜まりすぎて、いや、カホ多い、多ければ多いほどいいですよ。ワイリンガルさん可愛い、ありがとう。確かに ST48 研究生のサインは珍しいのかもしれない。もう 2.5 期研究生になったので、研究生って書いてあるのはレアかも。そう、くるくるとマック、そう、あ、くるくるめっちゃ可愛くなってる、嬉しい、わーい。ありがとうね、今日前髪ちょっとね安定してんの、やったー。カバーつけたらね、色はね多分ね見えるはず、色は見えるはず。どうなんだ。ヤマピーさんかわいい、ありがとう。おじいちゃんとおばあちゃんも広島に住んでる。七瀬石田さん、姫ありがとう。姫受注、そう、受注発注、受注生産なので、ぜひ。カムカムさん、姫ありがとう。やっと言えた。
ちごちゃんいますかって叫んでみて、いちごいちご、山さんハートありがとう、かわいいじゃん。え、お高いと思ってしまった。え、なんぼ、え、見てなかった値段は。くるくるが考えたデザイン。山さんハートありがとう。あ、 TikTok を見た、ありがとう。ちょっと TikTok さ、あの真剣に覚えたから、あれもうさ、5分で覚えてみたいな感じだからさ、もうさめっちゃ顔真剣だったんだけど、全然もう目が点みたいな、大丈夫かなと思った。可愛かったならよかった。タラベチさん、姫ありがとう。つなまゆさん、可愛い尊い、ありがとう、ありがとう、もありがとう。つなまゆさん、姫ありがとう。あ、1200くるくる、1200くるくるか、受注って響きすぎ。いや受注いいよね、受注。あのなんていうんだっけ、先行販売とか、ちょっと、あ、やばい、くるくる先行では買えないみたいな。中村さん、姫ありがとう。あ、クワトロ申し込んだ、嬉しい、楽しい、ビタミン C。 楽しもう。山さん、かわいい、ありがとう。オノピーさん、ハートありがとう。サインから写真撮れた、お、大切にしてね。あ、真顔からの最後ウィンクみたいなギャップかわいかった。あ、ほんとよかった。もうぜひコメント待ってます。コメント待ってます。町田さん、尊い、ありがとう。1くるくる1円、1くるくる1円。イノセンスさん、魔法のランプありがとう。6月の京都のチケット発行、お、え、あれって席とかある？席、いや、くるくるさ公園出たいんだけど、なんかさ、公園さチャートリー出たい、フル公演ないか。うん、まだ2回しか出れてないよ。津波さん、姫ありがとう。チャートリー2回しか出れてないから、もっと出たいよ。クロコが一番少ない気がする、課外活動。花ドル公演また違うとこ覚えようかな、出たいよ。あ、デザイン見てきた、買います、お、嬉しい、買います買います、嬉しい。確かに受注生産は全て売れてロスがないから SDG。 確かに2本分って考えたら高いね、確かに。い、一つでも嬉しいよ。あ、京都って入場順、あ、入場順か。山さん、姫ありがとう。初見ありがとう。怖い、うんうん、山さん、姫ありがとう。トゥ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 、今日はね、おばあちゃん家に行ったんだけど、映画にも行った。お話し会追加しました、ありがとう、ありがとう。ファーストラビットもいいよね、
トゥ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 メリの写真若い何アちゃんだろう気になるな。そうユミニーさんとのねツーショット載せた、そうあのグループ話会の時に撮った写真。ユミニーさんかわいい。カズイさんハートありがとう。最後まで行く、見た映画最後まで行く。えマイケルさんのめっちゃ好きだった、あのペンライトカバーかフィルムか。マイケルさんの好きだった。ダメだフィールド、ずっと前に、泣ける映画、最後まで行くわ。人を引いちゃった男の人の逃走劇みたいな逃走劇じゃないけど、なんか隠すんだけど見つかりそうになったり、その裏社会とかの話が出てくる。怖かった、スリルを感じれた久しぶりに。パン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 ってってやってた。うわーっと思って。竹松さんかわいい、ありがとう。そう今日パジャマあ、エミアール見てきた。いや泣けるよね。抜ける風と蓑みたいに、あ違う、こうか、紫ん紫色の空波。竹本さんかわいい、ありがとう。そう逃亡劇、サスペンスとはちょっと違ったかも。サスペンスのアクション系だった。面白かった、最後まで行く。岡田准一さんと綾野剛さん、不死身、今年に入って12作品目だったから5ヶ月あと7ヶ月あるから20は見たいけど、見たいのがあれば20見たい。オーピーさんかわいい、尊い、結婚してありがとう。やだけど考えとくね。こんばんは。そうパジャマ、あメールいっぱい来る？飽きてる？そうさ、あのね配信前にめっちゃ送った3つ送った今の映画の内容も送った。おぶんぐちゃん
眉毛が目立つ。チャートインフル公演出たいよ本当に。っていうの内容もメールで送った。出たいよ。ないよねチャートインフル。てかフルがないねそもそも。あんまり最近。170日早い。そう浴衣も早く着たい。オロチさんバラありがとう。主人公どっちかと言われたら岡田さんかも。綾野剛さんじゃなくて岡田さん。んメールまとめて届いてた。おいいね。シレンさんかわいいありがとう。フォユーさん魔法のランプありがとう。やばい今日頭が回らん。絶対寝てないけしゃ今日4時寝だった普通に気づいたら4時になってた。おかしい。もう最近おかしいの時間の経ち方が。これってくるくるがおかしいんじゃなくてこの世界の地球がの回り方がおかしいんじゃないかなって思ってる。くるくるは時が経つのが早いんじゃないかな。まさかさん魔法のランプありがとう。あほぼ朝そう朝なの。特に何もしないよ。気づいたら気づいて何時かなと思って時計見たら4時みたいな。おかしい。ドラマ見てたアンノーンっていうドラマを見てました。映画予約しました。結末言わんで言いたい。パパタラリンさん魔法のランプありがとう。いやそう地球もっとゆっくり回って本当に自転が速くなってるかもしれない。もっと早く回ってほしい。間違えた。ゆっくり回ってほしい。昼も短めにして。坂道 FC さんかわいい。ありがとう。デーモンさんお疲れ。ありがとう。くるくるの上半期ベスト映画。題名が出てこない題名が出てこないけど、でもやっぱりあれかな、シベリア抑留の出てこない。題名が出てこない。山さんハート
ありがとう。ホラー映画は無理ホラー映画は無理。山さんハートありがとう。ホラーはもう怖くて見れない。だって幽霊、幽霊やん。絶対つくよ、生き量じゃなくて。幽霊が。東日本大震災で地球の自転がほんの少し速くなった。え、そんなのあるの？そんなのあるの？すごい。え、自転ってどうやってなってるの？あ、ラーゲリ、ラーゲリより愛を込めて、ラーゲリより愛を込めて。めっちゃ、もあれはほんまに、まあその内容も内容だからもう泣くとかのレベルじゃなかった。もう全ての水分を出したってぐらい泣いた。本当にラーゲリより愛を込めてはほんまにほんまに泣ける。そう、チャトリフル出たいな。あ、画面揺れてる。クルクル、多分ねタップしてるからかもしれん。タップル、タップルじゃない、タップルは出会い系サイトトイさんハートありがとう。あ、内容が内容だから内容がないよ、内容がないよ。トイさんハートありがとう。そう、そんなに泣いたの。二宮さんが病院で泣くシーン、白紙、ほんまに、いやすごかった、ほんまにマジ泣ける。繰り返しちゃいけない。そう、5月24日はね、そうフル公演なんだけど、出たかった。フル公演、フル公演さ、でもさ、やったことない曲入ってくるとドキドキするんよね。より緊張してもう意識がどっか飛んでいくから、しっかり練習せんといけ。出会い系詳しい。出会い系はめっちゃ広告すごいじゃん。でも出会い系あんま好きじゃない。MR マジで見に来て。え、見に行って本当に。え、でも多分あれ長いことやる気がする。ロングヒット多分いける。クルトさんのチャートリコアは全部見に行く目標。え、素晴らしいよ、素晴らしい。来てほしい。やったことある曲ならすぐ思い出せる。そう、チャートリ、そのフル公演のあのコラボ、あの対バン式じゃないやつ、ない方に出るって決まってたんだけど、フル公演の分の練習もしたから、そのやったこと、まだ今やったことない曲もやったこと、練習はしたんだけど、もうやってなさすぎてもう記憶ないから、やばい、一からなる。あの、休みだねさん、姫ありがとう。
チャトル公演少ないよ。まあ、でも仕方ないけどね。仕方ないとこあるから。出たい出たい。モチベが下がる前に頑張りたい。今さんハートありがとう。今日もすっぴーん、すっぴーん。ユニット曲変わるんかな、どうなんじゃろう。カズイさんハートありがとう。確かに目標、目標さあるけどさ、その目標どうしたらその目標に近づけるのかが分からんくてさ、なんか分からんくなる。ほんと人生って大変。そう、対バンじゃないから活動、そうオープニングアクト長い、そうちょっとね、でもね緊張する、長いと緊張。30分か。最後まで行く。お、見た？アサロ、え、昨日公開だよね。待って、ちょっとゴミがついてる。昨日公開、アサロだ。え、ハラハラドキドキしたよね。くるくるもう震えたもんて、やばいやばいやばいと思って。目標は選抜です。選抜確かにポンポンね、ポンポンって分からんか。鼻垂れのね、アカペラ最近やってない。え、いつからやってない？結構やってないね。12月からやってない？もうできないかもしれない。もうできないかも。もしこの世界から今日が消えたら争うことなかなくなるのに。あ、ちゃんとハモリは覚えてるわ。なくなるのにじゃ、なくなるのに。ハモリ出てくるわ。荒れ地にポツンと咲いてるその花、誰のものかなんて。待って、どこから眺めていた。ポン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 、必ずポン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 、奪おうとすればポンポン、愛はやがて踏みにじられる。ポンポンポン、そう、絶対絶対じゃない、最後まで行くを見たら緊張する。そう、緊張してこうなる。生きるか死ぬかみたいな、生きるか死ぬかの緊張。選抜お話しかよる。なんかそれも難しいし、なんかはっきりとしたあれ、これやったらこれでこうなるとかがないから難しいの。初見ありがとう。まちゃんさん音符ありがとう。福ちゃんさんかわいい、ありがとう。
え、ツアーでアカペラないんじゃない、え、あるんかな、ないんじゃない、え、だってさ、4人揃って出る時あるんかな、え、どんな感じで出るんかな、そのどういう人数構成、人数振り分けなのかが分かんないからめっちゃ気になる、あの 2.5 期と3期やばい、モチベ下がりそう、やばい、ダメだ、ダメだ、そう、生きるか死ぬか、一回生きるか死ぬかの境地に立ってみたい、そんなこと言ったらあれか、そのあの本当の自分を知れる、今の国のアリスもそうだった、山さんハートありがとう、今の国のアリスも死を感じた時に本当の自分が出てくるみたいな、確かにと思った、その底力を出す、底力、自分の底力を知りたい、なんかその生きたいっていう気持ち、研究生コアは7人ですね、7人、7ってなんか難しい数字だなと思って6かと思ってた、18か6かみたいな、16 なんだ、課外活動公演とかフェスとかも6が多いから6かなって思ってたら、7だった、びっくりした、7なんだと思って、 PR 舞台さんの構成となんかにに似せるのかな、あ、でも確かにダンスの先生が言ってたのは7人だとセンターを作れるから作りやすいって言ってた、6人だったら222だからセンターができないんだけど、7人だったら1222になるからこう立ち位置を作りやすいって言ってた、そう、超サイヤ人になると同じ原理、そう、もうギリギリを行きたい、くるくる、そう、PR 舞台さんと一緒、マスタカさんありました、ありがとう、くるくる見てる、ロックだよ人生は思い出す、ロックだよ人生は映画かな、曲なんだろう、後で調べてみよう、ロック、ロックに行きたい、でもそのせいじさん、ありがとう、ありがとう、え、Sの楽曲ロックだよ人生は、え、知らない、後で聞いてみよう、ロックだよ人生は、え、そうじゃない、 AKB さん、そのせいじさん、ありがとう、ありがとう、読んだか、もう終わろうかな配信、次郎さん姫ありがとう。
山さんハートありがとう。暑くなってきた。暑くなってきたけど服着替えたら生着替えみたいになる。生着替え。そう、暑い。福ちゃんさん、アイスありがとう。お話しか申し込んだ、ありがとう。天才天才。ね、暑い。で、今日も暑かった。明日も暑いの？4度上がるの？昨日だって暑くて寝れなかった。まあ4時になってもさ寝れないの。壇上芋そう5月なのによ、やばくない？5月。そう、これも地球がおかしいって言おうと思ったけど、これは本当に地球がおかしい。あれだよ、あの地球温暖化。確かに二重幅今日変っていうか広いね。なんで寝てないけんか。まあでも広い方がいいか。でもスマホがいいか。こっちなんかなくない？二重幅。13位星寺ローサさんありがとう。12位クリボーさんありがとう。11位みきお先生ありがとう。10位大木正義さんありがとう。9位柏木正樹さんありがとう。8位まっちゃんさんありがとう。7位竹まつるさんありがとう。6位増高さんありがとう。5位オロチさんありがとう。4位山さんありがとう。3位タナベッチさんありがとう。2位ヤマピーさんありがとう。そして1位はドゥルル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 ルパーン、ナカムーさんありがとう。ナカムーさんありがとう。見てくれてありがとう。